ノックさんから「久しぶりです」「そんな久しぶりだっけお前と久しぶりですプーさんに聞きたいことがあるという女性から相談を受けて通きなういういああじゃああのかわいい愛い,いスタンプ送っとこ作りましたはあこれかかければいいの はいどうも小判はあいいえあれなんか俺の帰ってる声声帰ってるそっちにもしかして今は売り出しましたそのババアの放置風よさんとんでもないことさってるんだけど

配信を聞いてて、コメントをちょっとしてて、楽しく見てたんだけど、はい、なんか、今週の水曜日か木曜日ぐらいに、ブロックされたと、はい。まあでも、やっぱ当然ですよね。今お分かりの通りですよね。こういうタイプの人だからブロックしてるんですよ。やっぱり事前にブロックしといてよかったっす。って思ってます って思ってます。っやっぱりだって、あのー、ね、こうやって、あのー、ノックのところに行って、あの、プーさんにブロックされたんですけど、つって俺配信中なんでこうやって呼び出されてるわけじゃないですか。だから、はい、やっぱり僕が予見してた通りってことですよ。こういうやばいやつだっつう話ですよ。だそうですよ、和ずさん。未来予想ができたそうです。案の定なんですよ。だから、 あの俺の枠に直接なんか危害を加えられる前に僕はブロックしといたんですそしたらやっぱり案の定だったじゃないですかっていうだからやっぱりブロックしといてよかったなっていうはいはい和はいさん今回答してくれたけど <laughs> 嘘でしょ和代 <laughs>、ね、はい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 ていはいいていはいい あ、そうです。同会です。うん、なんか。分かったそうです。なんか和代さんがやらかすだろうなっていうのが。あ、そうですね。そのようにおっしゃってましたね。はい。わかりました。で、ちなみに、えっ、ー、と、これブロックした理由は。はい、えっと、俺、この人に、えっ、ー、と。コメントで二回ぐらい、俺、すげえ、なんか相談中1、一回雑談の時に一回。えっ、ー、と、注意してるんですよ。コメント。過去に。 あの、相談中になんか余計なこと言っててそれに俺一回ブチ切れたことがあって、で、もう一回は雑談中になんかすげえ、なんかよくわかんないこと言っててそれがうぜえなっていう話をしたことがあって。はい。だから事前に俺二回注意してるんですけど、あの、相変わらずずーっとあの、コメントがうざいままだったんで、もうブロックしとこうって思ってブロックしたんです。ああはい単。単純にそれだけの話ですよ。わかりました。 失礼いたしました。えってんなんか欲を言えばの話は、それはもういいあ、もう結構です。っていうか、なんか俺、半切れされてる感じがあるんですけど、なんで俺半切れ,れそんなことないです。ごめんなさい。あ、大丈夫ですかはい。はい、まあ、そういうこと二2回注意したの覚えてますそうですね。もしかしたら自分のことかなっていうことはありました。そうですよね。はい。 だから、それ、理由分かってるわけじゃないですか、なったら。それを分かってるにもかかわらず、俺、いきなりだって、あの、アンチコメント打たない限りは別にいきなりブロックしないわけで。はい。それはだって、あなたも僕の配信見てたから分かってると思うんですけど。で、はい、それがブロックされたってことは、あの、はい、自分の中で思い当たるところがあったわけじゃないですか。えっと、昨日、の奥さんに相談ラインを送らせていただいてから、はい。 よくよく考えて。なんで送る前にやらないんですかそのよくよく考えてを。うん、それもしましたけれども。いや紙に書き出したりして。だから。そうですね。自然<で>にするべきでした。結局だから、こうやって、ね、ノックの枠にも、この、はい、もう原因あなたが、 原因だってこと分かってる相談をわざわざノックのところ行って、はい、ノックのね、配信の時間使ってで、俺だってこうやって今呼び出されてるわけで、はい、俺の配信中断してるわけで。はい、申しなこういうやべえことをやる人だってことを分かってるからこっちもブロックしてるですよ。うん。うん。了解しました。お時間かかって申し訳ございません。はい、まあそういうことすね。はい。はい

で、あの、私ブロックされたんですけどって。いや、だからね、わかるやんっていう。で、しかもさっきも本人にも言った通り、俺過去に2回注意してるからね、この人に。で、これあの、配信でも、この人ブロックした次の日かなんかの配信でも言ったの。いや、実は俺ちょっとブロックしたっつって。うん。一人。そう。あのー、毎回俺この人のコメントがもうずーっと、なんなら俺ずっと、まあ俺の配信見てた、見ててくれた人たちは、多分、あのー、 知っとるんだけど、俺この人のさ、コメントずっとブロックしないでむしろさ、置いといたやん。ずっと。なで、この人のコメントだけ毎回ずれたコメントしてるから、俺この人のあのコメントだけずっとスルーしてたやん。あの、上も下も読むけど、上も下も読むけど、そいつだけ読んでなかったやん。そう。で、だからもう2回注意してるから、 で、それでもう自分で読まれてないことで気づいてほしいっていうのもあったんだけど、そう、本名っぽい人ね。そう、漢字二文字ね。うん。ほんで結局、だから、あのー、うーん、なんだろう。別の人、だからそう、別の人を注意したと思ってとかも言ってたけどさ、俺ちゃんとさ、その注意するときさ、そのコメント読んで、このコメントクソだよねって俺提示するやん。いつも。うん。そう。っていう。だからもう、なんか、もうやばいんだよね、普通に。 そうそうそう。なんかずーっと常にこう上から目線でなんか相談中とかも上から目線でずーっとゃ射に対して上から目線でずーっとぐちぐち言ってるおばさんなんだけど。それで、もうずーっと俺は無視してたんだけど、まあ結局気づかないし、で、俺配信するたびにそ,その人のコメントだけする、なんか意識的にスルーするのも、なんかもうすごいストレスだったから、だからブロックしたっていう話をしてたんだけど、俺のブロックはね、配信も見れなくなるはず。多分ね。やっぱりでも案の定だったねっていうね。うん